い、ということで皆さんこんにちは、こんばんは、ドゥモドゥモ、初めましての方は初めまして、そうでない方はこんにちはということですね。今日の動画で何をやっていくかというと、本日が12月1日ということで、僕も去年、ね、今実際にこれ、着ている、今日ね本当に割と寒くて着させていただいたんですけれども、今年も、ザラ×アーダーエラのコラボレーションが、販売したということで、早速ちょっと店頭の方に行って、購入を、しております。今回も購入させて、いただきました。ということで、アイテムの紹介を、ちょっと短めの動画にはなるんですけれども、着用レビューという形で、ちょっとやっていきたいと思います。で、今回に関しては一応その、購入品だけの紹介にしまして、もしかしたら、後日、まあ、もしかしたら今日ライブで他の商品についてどうだったライブっていうのをね、ちょっとやろうと思いますので、ぜひ、ちょっとお時間ある方は、そちらも見に来てください。時間の詳細につきましては、また、別途ですね、ご連絡いたしますので、よろしくお願いいたします。はい、ということで、早速、購入品紹介をね、やっていきたいと思います。はい、ということで、今回、ね、購入した商品で、僕、前日に欲しい商品が3点あるっていう、3点買うとね、10万円ぐらいしてしまうと、いうね、衝撃の事実を突きつけられた結果、今日、実際に試着をしてきて買ってきたアイテムがこちらにございます。それは何かというと、はい、こちらですね、アダエラ×ザラの、パッチワークオーバーサイズニットセーターになっておりまして、金額が、27,990円となっております。まあ、これ僕の、事前レビューで一番欲しいって言ってたアイテムでございます。で、今回購入したサイズがSM サイズに、なっております。こういう感じの、まあ、パッチワークのニットになってまして、こう、斜めのね、こう、大胆な切り返しがあって、割とね、こう、重量感に関しては、あるニットになっております。こういう感じのニットですね。で、すごい面白いですね。こういう柄違いのニットが。で、ここはこう、ブロックのようなニット。で、随所にね、こういう、ザラ、アーダーエラーといえばこのブルーのカラーなんですけれども、こうブルーのステッチが至るところに、こういう感じでね、可愛い感じで施されているアイテムになっております。で、これ、あとここが、後ろにもこういう感じで。で、買ったサイズが SM サイズなんですけど、僕身長166センチで、まあちょっと肩幅だけちょっと広めなんですけれども、サイズ SM で、全然大丈夫です。で、結構サイズ悩んでる方多いと思うんですけれども、LM サイズも実際に着てみました。ML サイズか。着てみたんですけど、ちょっと、試着の写真アップしますけどね、サイズかなり大きくて、なんかね、森の妖精みたいになっちゃって、なんかオーバーすぎて、森の妖精のなんかフリフリみたいになっちゃって、なので、SM サイズで、試着してしっくりきたので購入させていただきました。まあ、ちょっと早速ね、着ていきたいと思います。はい、ということで着てみるとこんな感じになっております。いかがでしょうか。これが、SM サイズの、サイズ感になっております。結構分厚い、素材になってまして、まあ、身幅がしっかりとあって、着丈に関してはまあそこまで長くはないので、こういう感じで今ちょっと下に白の T シャツ入れてるんですけど、若干裾が出るような感じになっております。まあ、ちょうどいい感じになってます。で、結構さっきもね、写真出しましたけど、ML サイズだとちょっとサイズ感大きすぎて、本当に身幅もね、ものすごく広かったので、結構僕ぐらい体型の方だったりだとか、あと女性の方、結構これ女性の方でも購入されてる方多かったんですけど、SM サイズで、サイズはいいかと思います。だいぶこういう白い可愛いニットになってますね。こういう感じで、アームホールも太めになってます。で、ちょっと特徴というか、首のところが若干、なんて言うんだろうな、モックネック、まあ、こうちょっと丸首じゃなくて、若干、ここ、上がってるんですよね。上がってるので、僕普段ネックレス結構つけるんですけど、もしかしたらネックレスとの相性は若干悪いかもしれないです。なんかね、一回盛り上がりますね、ここで。だから、モックネックとか、ちょっと首に関しては、若干のこう、まあ、山があるというか、ちょっとそういう着用感になってます。でもめちゃめちゃ可愛くて、僕そういう、いつもね、丸首のトレーナーばっかり着てたので、これは、いいかなと思います。もう大胆。で、白が、まあ大胆な切り返しあるんですけど、意外と白なので、白というかまあ、こういう、ちょっとアイボリー系のカラーなので、まあそんなに目立たないかなとは思います。横はこんな感じですね。
はい、ということで、いや、めちゃめちゃいい。まあ、ちょっと価格もね、27,990 円で、まあ、ザラ、もう、最近ザラさん高い、昨日も言ったんですけど、ザラさんめちゃめちゃ高いんですけど、これはまあ、個人的には着用してみて結構、いいアイテムだなと思ったので購入させていただきました。他にもニット系結構サイズ感大きくて、なんか今回の、アーダーエラザラに関しては、サイズ感はかなり大きいので、僕ぐらいの身長体型の方だと SM サイズでいいのかなっていうふうに思います。またちょっと、このアイテムはどうでしたかとかコメントあれば、ぜひこの動画とか、あとコミュニティ欄の方にコメントいただければと思っております。で、そう、で、皆さんに謝んなきゃいけないというか、僕は12月1日の朝8時半発売予想で出してたんですけど、まさかの深夜12時ぐらいになったら、もう僕もサッカー見てたんですけど、サッカー見てたら視聴者さんから販売始まりましたよとか、なんか DM とかコメントもらったりして、おいおい今やるんかいということで、ちょっとこの場を借りてね、謝罪させていただきます。お時間、謝りまして、大変、申し訳ございませんでした。はい、ということで、購入品、紹介させていただきました。ちょっと今日またライブ、何ライブって言うんだろう、反省会ライブ、で、実際まだちょっとね、なんか入荷してない商品もあるみたいなので、それについてはまた後日ちょっと見に行こうかなと思っております。まあ、取り過ぎちょっと、購入品紹介ということで動画、撮らせていただきました。こういう感じで、ザラの商品だったりとか、いろいろ、ファストファッション、アクセサリーとかいろいろ紹介しておりますので、よければチャンネル登録と動画の評価よろしくお願いいたします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。すいません。